モーニングジャム。3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には今週から大賞商品が新しくなりました、糸物語冬のおすすめセットプレゼント。はい、ファンの人多いですからね。美味しいですからね。飲むヨーグルト、飲むヨーグルト甘王、食べるヨーグルトプレーン、ミルクジャム甘王、いちごソースってなってます。私もね、飲むヨーグルトをいただいたんですけど、はい、濃いじゃないですか。はい、だからもう容器の中にね、まだなんかこうちょっと残ってるんで、最後の最後まで楽しまないと。気持ちはよくわかります。そうなんですよね。はい、ちょっとお行儀悪くなってしまうんで、家で飲んでください。さあ、それではね、今日届いたおもろい家族紹介することにしましょう。まずはね、こちら女性の方、ひろみさんですね。中地、小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。先日美容室に行った時のこと、今年の春に短大を卒業したばかりという若い男性の美容師さんが私の髪を洗いながら驚いたように、わあ、白髪が全然ありませんね、すごいと褒めてくれました。私がそうですか、ごくたまに見つけますけどすぐに抜いちゃうのでというふうに答えたら、美容師さんは、いえいえ、あなたの年齢で白髪が目立たないなんて初めて見ましたよ、よっぽどケアされてるんですね。33歳なんですけど逆に私の年齢で白髪が目立つ人あんまいなくなくないですか。途端に複雑私一体何歳と思われてるんでしょうまあね、社会に出たてのあのトンチンカンな感じってはい、はい、ないことはないですよね。そうですね、なんか言わなきゃっていうふうに思ったんでしょうね。そうでしょうね。はい、僕もね、そのなんかこう新人のアナウンサーの人と仕事っていうのでね、はい、でなんかあのいた時に、まあ向こう、僕はもう無言は全然なんてことないんですけどこのこっちそう、向こうがやっぱ耐えきれなかったんでしょうね。耐えきれないですよ本当何が気持ちをお察しします。待ちの時間だからさ緊張中島さんってメジャーが好きなんですよね。ああ、どこが好きなんですか。あ、レッドソックス。え、選手誰が好きなんですかってもうずっとインタビューだったペイバックは行ったことあるんですか。いやいや、行ったことない。アメリカはって、いや、アメリカも行ったことないじゃあ海外はどこに行ったことがあるんですかなんていうか、そう、今じゃない、いやいや、普段の会話がそれだったらどうって君その今からインタビューはしていくだろうけれどもその、そうですね、インタビューもあんまりそんな感じは良くないかもしれない、はい、緊張してたんですよ。だからもうね、そういうことなんだろうね。そうですよ、そういうこと、緊張と、そして何か話さないと、何か聞かないと聞く必要ないでしょそんな。さあ、それからね、これもいきましょうか。男性の方からいただきました。中地、小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。ある日、私と妻、妻の妹で以前誰かを助けた、助けられたという話で盛り上がっていたんですが、うん、妻の妹の旦那の学生時代の話になって、うちの旦那が中学生の頃自転車で駅から帰る途中に反対側から十数台の自転車に乗った違う中学校の生徒たちが来たらしくて、避けたらぶつかったって、そしたらその中の数人と殴り合いの結果になって一体数人になって勝てずにやられた、何人かやっつけたけど人数が多くて負けたらしい、そしたらその時にスーツ着たおじさんがその中に入ってきてくれて喧嘩止めてくれて助かったって言ってたという内容。それを聞いてびっくりしました。え、それってあの駅の近くの歩道のとこ？
旦那は学生時代身長小さくなかった？と私たちは質問攻め。そうです、当時私たち夫婦その時付き合いたてで、その駅をよく利用していたんです。そしてその一部始終を見ていたんです。そしてなんと喧嘩を止めたスーツのおじさん、それ私。ただ内容がちょっと違うので訂正するとこうです。なぜスーツを着ていたかは忘れたんですが、私たちは駅で待ち合わせをし、合流した後に駅から徒歩で移動すると、ちょっと離れた歩道で一人の中学生と十数人の中学生が自転車ですれ違う時にぶつかって、十数人の中のボス的存在の子が何やら文句を言ってました。気になって見ていたら、小さい体型の一人の中学生に対してアスリート並みの体格のボス的中学生が手を出し始め、周りにもたくさん人がいるため小さな中学生はなされるがまま、これはあんまりだと思って私が止めに入ったんです。もともと顔がこわもての私、しかもスーツを着たらより一層その雰囲気が怖いみたいで、中学生からすれば怖い人に見えたんでしょう。私がやめんかという一言を発すると、その場は収まりました。小さな中学生は俺を言って帰っていきました。後で追いかけたりできないように残った十数人にはちょっと説教し、無事終わりました。これが真実。今では身長180センチ以上ある身長ですが、喧嘩ができるような性格でもないし、ひょろひょろっとしている体型、殴り合いの喧嘩になって数人やっつけたとか話がでっかくなってる。あの時一方的にボコボコにやられとったやん。まあもちろん妻の前でカッコつけたいっていうのはあったんでしょうけど、その全てを見ていた私たち、未だに助けたスーツのおじさんの正体は本人には内緒。あと当時の私は20代なので、おじさんというのはちょっとショック。今は家族になって不思議な縁を感じてます。そんなことがあるんです ねすごいね。いやだからそれはもともと気づいてなかったっていう、こっち側もねですね、ということなんですよ。あ、たまたまそういう話になったから、あの時のあの時のちっちゃかった中学生って、今180センチでこんなに大きくなって、でもひょろひょろっとしてるけれども、あの時のっていう、そういうことです。へえ、ね、そんなことがあるんだね、うん。さあそれからね、これもいきましょうか。男性の方からいただきました。強さんですね。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。ソファーの上で繰り広げられた夫婦のぬるいエピソード。妻と二人でソファーに座りながらキャンプの番組見ていたんです。川で魚を釣って、それを焚き火で焼いて美味しそうに食べている。私がいいな、こんなのやってみたいな。すると山育ちの妻が、私も子供の時鳥持ちで鳥捕まえて木拾って焼いて食べよったよ。なんかその後番組が急につまんなく感じました。妻が顎をクイッとさせながら、あー喉が渇いた、お茶入れてくれ。妻は一度ソファに座ったら動かないんだよな、最近さらに太ってきたし、まさに動かざること山のごとし。それにしても旦那を顎で使うとは、顎で、あれ顎がなくなりかけている。もうそれうちの旦那さんの投稿じゃないんですか。いやいや違いますね。熊という漢字は入ってないです。妻が足元にあるバッグから何か取り出しました。見て見て、新しい鍵のキーホルダーば買ったとよ。鍵のキーホルダー、ああ頭痛が痛い的なやつですね。ここで妻による過去の頭痛が痛いシリーズをご紹介します。ツナ缶の缶詰ば買ってきて、チラシの広告持ってきて、そこの右の角右折して、お湯沸かすやかん買ってきて、そして2時間以上ソファーから動かない妻、まさに動かざること山のことし。すると妻が、なんか座骨神経痛が痛いけあれば持ってきて。あれってなんだよ、あれじゃわからないよ。もうあれって言ったらあれたい、しょうがないねと言いながらゆっくり立ち上がる妻、あ山が動いた。そしてクローゼットの中を探し始める。私が、何探しようと。ドラゴンボール。ドラゴンボール、困惑していると、確かこの辺に置いとったっちゃんね、あった。妻の手には本当にドラゴンボール、はあ、ちなみに星は4つ。ええ
そのドラゴンボールをソファーの背もたれのところに置いて座る妻、無残に潰れるドラゴンボール、よく見たらドラゴンボールの形をしたぬいぐるみでした。以前クレーンゲームでゲットしたとのこと。なんだこのダラダラしたエピソード。オチが見つかりません。着地点が見つかりません、ね、たまにはこういうのもいいかなと思って。そうです、ね、はい、普段だったら紹介しないんですけど、はい、おもろい家族パート2はお昼12時からです。では